ギリシア文字、ギリシア文字とは、ギリシア語を書き表すために用いられる文字である。現代ギリシア語では24文字からなる。ギリシア文字は、古代ギリシア人がギリシア語を表記するため、フェニキア文字をもとに作った文字である。ラテン文字やキリル文字は、このギリシア文字をもとに、後に生まれたものである。今日でも現代ギリシア語の表記に用いられ、また非ギリシア語圏でも、 自然科学、主に物理学や数学の分野をはじめとする様々な分野で使われている。アルファベットという言葉は、この文字体系の伝統的配列の一番目、アルファと二番目、ベータの文字名称がその語源である。各文字の日本語漢与名称は、主として英語式発音に由来する。例えば、は、古代ギリシア語では、P と発音するが、日本では一般に、 パイと読まれる。これは、英語のパインに習ったものである。21世紀初頭において、ギリシア文字を言語の表記に使用するのはギリシア語のみである。このため、使用地域はギリシア語を公用語とするギリシアよびキプロス及びギリシア人の居住する近隣地域に限られている。ギリシア文字以前には、1000文字、B、または見受けない文字と呼ばれている。 文字体系の使用も見られるが、これは金文字と同じく音節文字で、音節構造の複雑なギリシア語の表記には必ずしも適切なものであった。ギリシア文字の暗室は紀元前9世紀頃まで遡ると考えられている。その元となったセム語派のフェニキアが使用していたフェニキア文字はアブジャドであり、文字はシ音ばかりの22文字であった。これはセム書語がシ音に 言語の核を置き、母音は補助的な役割しか持たないためである。一方、ギリシア語においては、母音は極めて重要な位置を占める。そこで、ギリシア語発音にはない音化を持つ A、E、O、Y、I の5つのフェニキア文字を母音を表す音素文字に転用するなど、様々な改良が加えられた。この改良によって、ギリシア文字は母音と子音がそれぞれ文字を持つ、 いわゆるアルファベットとなった。文字表は、フェニキア文字。最後の文字は、の後ろに、U、ファイ、フサイ、オメガを追加している。また、ギリシアの地域により一部異なる、音素文字、自体が使われた。イオニアやアッティカ、コリントスなどのギリシア本土の大部分や東方、諸地域全般においては、現代のギリシア文字体系につながる、東方ギリシア文字が使用されたが、 一方、エウボイア島や熊江を中心とする、イタリア半島のギリシア植民地など、ギリシア世界の西方においては、西方ギリシア文字、エウボイア文字、熊江文字が使用された。この西方ギリシア文字は、イタリア半島の諸民族に伝わって、エトルリア文字やラテン文字などのコイタリア文字群の原型となったが、紀元前4世紀頃には、イオニア式のアルファベットに吸収されてを消した。 古代ギリシア語では文章を書く方向が一定せず、右から左、または流行式に書かれた。右から左へ書かれる時と、左から右で書かれる時では、文字は左右裏返しになった鏡文字。西のエトルリア語、ウンブリア語、ファリスク語などは、右から左に固定して書かれた。紀元前500年頃には、左横書きで行わ上から下に移動するという、 書式で統一され、現在に至る。ギリシア文字においては、フェニキア文字の六番目であるワウを分化させ、そのままを表す場合とを表す場合とで異なる。字型とし、字母表情は、前者、ディガンマを、フェニキア文字と同じ六番目の位置に置き、後者、をの後に置いた。より、後の、ファイプサイの起源については、議論が分かれる。ファイプサイ及び、クサイは、地方によって、 音が異なり、東方ではクサイ、ファイ、フサイであったが、西方ではファイ、フサイ、クサイは使用せず、はファイシュグマと書くであった。紀元前6世紀になると、イオニアのミレトスで、長母音 AO を表す新しい文字が作られた。イオニア方言にはが存在しなかったので、本来を表していた、を長母音 A のために使用し、O を表すためには、新しい字、オメガを作った。 アテネでは、紀元前403年に、このイオニア式のアルファベットを公式に採用した。それ以外の地域でも、紀元前4世紀前半には、イオニア式を採用するようになった。イオニア式に統一される以前は地方ごとに異なる文字が使われていた。リガンマ、スティグマ、ヘータ、サン、コッパ、サンピといった文字は、古典期には、廃れた古い時代のもので、 その後は数を表記する場合にのみ使われる、3を除く。古代には大文字のみで、また筆記体もない。その後、4世紀には丸みを帯びた、アンシャル体が現れた。9世紀以降に小文字が暗出され、東ローマ帝国時代の文書には、筆記体も見られる。現代にイリシアでは、あまり筆記体を用いないようである。1470年代に、 イタリアでギリシア文字は活版印刷されるようになり、この時古代の碑文に見える大文字と中世以降の小文字を組み合わせ。拡大文字には一つの小文字が対応するが、シグマのみ例外的に二つの小文字を持つ。とを、語中の場合、語尾の場合にはが用いられる。例えば、神を小文字で表記すると、とならずに、となる。今日、古代ギリシア語を表記する場合、 全て、大文字、または小文字でも、大文字と小文字の併用でも特に構わない。現代にリシア語では、文頭と固有名詞の強頭に大文字、それ以外を小文字で表記するのが基本である。無論、ラテン文字と同様、全て大文字にしても間違いではない。ヘレニズム時代以降、発音を正確に表すためにダイアクリティカルマークが発達した。 古代ギリシア語を表記する場合、三種のアクセント記号、A アクセント、10アクセント、極アクセントや規則記号を付ける。ただし、すべて大文字の場合は何も付けない。現代ギリシア語には、エイジが存在しないため規則記号は用いられず、古代ギリシア語と異なって、肯定アクセントではないため、1980年代以降は、アクセント記号は、強制の位置を表すとのす。 とトレマに相当するディアリティカの2種類だけに簡略化された。ギリシア文字は数を表す際にも使われる。イオニア式と呼ばれる奇数法はアラビア数字のような専用の文字を用いず、通常のギリシア文字を使ってこれを表した。例えば1は10話で表し11話である。6を表すスティグマはシグマの5末型と形態が酷似しているため、 現代ではこれをシグマと呼ぶこともあり、また6を表す場合に代用されることもある。詳細はギリシアの数字の項目を参照。古代ギリシア語と現代ギリシア語では発音体系が著しく異なり、このため各文字の音価も異なる。古代の音化は現代の言語学の研究によって推測されている紀元前5世紀頃のアッティカ地方のである。 古代ギリシア語では大ね文字と発音の関係は一対一だったが、例外としては長母音と短母音の両方を表した。和の両方の音を表した。もの両方を表していたが、後にに変化した。単独の和だったが、の和だった。和の前ではを表し、和、優勢子音の前ではと発音した。がとのどちらであったかは、議論が分かれる。これとは別に、 しばしば古典的と呼ばれる発音体系にエラスムス式発音がある。これは16世紀の人文学者エラスムスによって整理されたものを元にしている地域によっていくつかバリエーションがある。実際の古代の発音とはかなり異なるものもあるが、古代ギリシア語が死語である以上、元来の発音に肯定する必要はなく、こちらの発音を用いることも多い。例を挙げれば、 の古代アッティカ発音は有機音のと推測されるが、エラスムス式ではである。現代ギリシアでは古代の文章でも現代の発音体系で読まれる。これは日本人が古典文学を現代日本語発音で読むのと同じである。現代ギリシア語では和のように摩擦音になっており、和、前絶母音の前ではになる有声閉鎖音和のように表す。 同じ母音を表すのに複数の綴り方があり、これらは歴史的発音に従って綴り分けられる。また、のは有声音が後続するときはと発音する。音声記号は国際音声記号 IPA による。ラテン文字はギリシア文字から発展したものだが、ギリシア文字にあるいくつかの文字、シータファイプサイオメガが存在しない。 古典ラテン語でギリシア語からの借用語を表すときには、お、e オメガを、O で表し、シータファイプサイは、それぞれ thphchps のように2文字で表した。他に二重ボイのを、あえ、を、おえに変えたり、語尾をラテン語風に変えたりしている。現在でも、学名などでギリシア語を使用するときには、このような変形を行う。 現代のギリシア語では発音と綴り字の差が大きく、ラテン文字表記には音声に対する転写と文字に対する本字の2種類がある。ギリシア文字をラテン文字に本字する方法は統一されていないが、方式による差は少ない。オームはマクロンをつけ、A、O、規則音は H に本字するなど、メガ、プシロン、ミクロンといった語は、 ビザンツ時代に文字を区別するために付加されたもの。その他、ギリシア文字の各文字の詳細は、それぞれ独立の交参章。なお、コイネーギリシア語では、アルファベットの読み方は異なる。ディガンマ、スティグマ、ヘータ、サン、一つ目のコッパ、サンピといった文字は、古典期には、廃れた古い時代のもので、その後は、数文字としてのみ使われる。このうち、コッパは、 現代ギリシア語では異なる字体二つ目のコッパのものを用いているらしい。また、バクトリアには小と呼ばれる文字が加えられているが、これはバクトリア音素のから取られたものである。ユニコードにはヨットと呼ばれる文字が加えられているが、これはラテン文字の J。この文字は中世に愛から分岐して成立した文字であるから取られたもので、古代には存在してはおらず。 また現代でも、日常的なギリシア語に使われることはない。この文字は、言語学において、有史以前のギリシア語の発音、高校外接近音を表記するためのものらしい。詳細は不明である。現代ギリシア語においては、エアクセント記号とトレマの2種類のダイアクリティカルマークを使用する。その他の記号は、もっぱら古典ギリシア語等の表記にのみ用いられる。 マイクロソフト i n d o w s の場合、通常のギリシャ語キーボードでは、A アクセント記号以外は入力できないので、それらを入力したい場合は、ギリシャ語、パリターニックキーボードを使用する必ずがある。ギリシア文字は、ギリシア語世界以外では、シンボルとして様々な用途に用いられる。特に小文字は、ラテン文字と異なる形をした文字が多いため、ラテン文字で、 不足の時によく用いられる。過剰書きなどの順序数で、α、β、γ を使用することが多い。α 線、β 線、γ 線も似た使い方である。単位として使われる、オメガや SI 接頭時の U、角度のシータ、標準偏差を表す。シグマ、増分のデルタ、円周率の π、相和のシグマや相乗の π、 ラムダ計算、解字上分布、ガンマ関数などはよく知られる。詳細は個々の文字を参照。シンボルとして使われるギリシア文字は通常のギリシア文字とは異なる形をしていることもある。ユニコードでは通常のギリシア文字の他に主にシンボル用に使われるいくつかの文字を定義している、など。国際音声記号ではを優勢量唇摩擦音に、 を無性ば摩擦音に使用する。などは、一見、ギリシア文字のように見えるが、少なくとも、ユニコードの上では、ギリシア文字ではない。ギリシア文字は母音と、ポイント、シーンからなるアルファベットであり使用しやすいものであった。ことから、ヨーロッパ大陸やコーカサス地方を中心に、かなりの民族によって模倣されたが、ギリシア文字をそのまま導入することは少なく、ほとんどの民族は、ギリシア文字を参考に、 自らの言語の特徴に合わせた新しい文字を考案するのが常であった。こうした派生文字の中で最も古いものはエトルリア文字などのコイタリア文字群であり、紀元前8世紀頃にはエトルリア文字の使用が開始され、紀元前7世紀頃には現代において最も使用されいる文字であるラテン文字が成立した。同時期、小アジアにおいてもリディア文字、カリア文字、 ルキア文字などといった文字が、西方ギリシア文字より考案された。アレクサンドロス大王の遠征によって、中央アジアのバクトリアにギリシア人王朝が成立すると、同地方で話される、バクトリア語もギリシア文字で書かれるようになり、クシャーナ朝の公用語として広く使用された。バクトリア語におけるギリシア文字はほぼ、オリジナルと同じものだが、小と呼ばれる文字が加えられている。 紀元後に入ってもこの流れは続き、4世紀にはエジプトにおいてコプト文字がギリシア文字から派生し、同じく4世紀にはウルフィラによってギリシア文字から強く影響を受けたゴート文字が考えされた。さらにこの時期カフカースにおいても404年から406年にかけてメスロプマシュトツによりアルメニア文字が開発された。おそらく同じ頃に グルジア文字が発明されたと考えられているが、この文字の成立時期や成立過程は不明な点が多い。ただし、文字の並びや、グルジア語には不要な文字がギリシア文字に対応すところに存在していることから、この文字がギリシア文字から考案されたことは、ほぼ確実視されている。この二つの文字は、現代においても使用され続けている。一方、百六十年頃に、 聖教会のキュリロスとメトディオスがスラブ書語を表記するためにグラゴル文字を考案した。グラゴル文字は数百年間使用されたものの900年頃にやはりギリシア文字から考案されたキリル文字が有力になっていき、やがて聖教会圏の諸国において広く使用されるようになっていった。この他、かつてギリシア文字はアルーマニア語を表記するのにも使われていたが、現在は ラテン文字を使うのが普通になっている。ユニコードでの収録位置は以下の通り、基本的にラテン文字のクワーティ配列に対応する配列になっている。マイクロソフトウィンドウズにおける現代ギリシア語のキーボード配列、灰色はラテン文字との対比のために加えたもの。ラムダの右のキーがデッドキーになっており、ダイアクリティカルマークを入力することができる。 マイクロソフトウィンドウズにおけるギリシャ語キーボード、ギリシャ語パリターニック。日本の符号化文字集合である JISX0208 にはギリシア文字を含んでいるが、語末用のシグマがなく、またアクセント記号もないためギリシア語の表記には適していない。また、日本語のフォントは ジス X008 に含まれるすべての文字に対して同じ幅のグリフを用意していることが多いため、そのままだとギリシア文字が漢字と同じ幅で表示されてしまう問題がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。